ベンヌ湖の向こうに行ってみたいな。空母の士兵たち、近頃はもう。いい状態とは言えないわね。少しは自分をいたわりなさい。ありがとう。気をつける。石化が進んでる。気にかけてあげて。辛かったら言ってくれ。無理はするな。これくらい平気よ。君の負担を減らしたいのに。あなたは十分に戦ってる。それに応えたいの。みんなだって同じ思いよ。私だけじゃないわ。それとも私たちじゃ頼りにならないっていうこと？いや、そういうつもりじゃ。悪かったよ。クライム！クライム！こちら。どうしたの？ロザリアが襲われてる。何？ロザリアに進軍したのはドレイクファング守備隊の一部、フーゴ・クプカの士兵たちだ。城下町に乗り込んで派手に暴れてるらしい。目的はシドか？おそらくな。フーゴ・クプカに今のシドがお前だと知れたんだろう。まさかクライブをおびき寄せるために？どうやらシドは相当強い恨みを買ってるらしい。奴の誘いに乗ろう。本気で言ってるの？これまでのとは訳が違うのよ。ああ、フーゴがシドに固執する理由はわからない。だがこの状況下でも戦を仕掛けるくらいだ。奴の強行を止めない限り、この意味のない戦火が広がり続けてしまう。それに故郷を荒らされて冷静でいられるほど俺は人ができていない。フーゴ・クプカをここで撃つ。奴にはたくさんの仲間を殺された。これ以上好きにはさせねえ。いいぜ、やってやろうじゃねえか。私も行くわ。あなたに無茶をさせないようにね。頼む。何にせよ、まずはオットーに今の状況を確認した方がいいな。何かあれば我らもすぐロザリスへ向かう。ガブから話を聞いたか？ああ、これから奴を撃ちに行く。状況を教えてくれ。こっちじゃ整理が追いつかなくて、上がってきた報告は全てビビアンに回してある。
まさかザンブレクと戦をしている最中にダルメキアが仕掛けるとは思ってなかったからな。クライブ、頼むから無茶はするなよ。分かってる。いや、来ると思ってたよ。早速講義を。ほう、これは私の講義史上最多の生徒数だ。ことがことだ。俺たちも話を聞いておこうと思ってな。すぐにでもロザリアへ向かう。現地はどうなってる？そうせくなよ、クライブ・ロズフィールド卿。君が家路に着くには目下の状況を整理する必要がある。違うかい？まずはフーゴ・クプカという男について。奴の正式な肩書きはダルメキア共和国評議会経済顧問。商業経済に重きを置くあの国において、この肩書きは金と権力双方を握る地位にあることを意味している。それに加え、召喚獣タイタンのドミナントとして国家防衛の切り札でもあるのだから、全ては奴の欲しいがままさ。フーゴはその権勢を振るい、国家の要衝ドレイクファングを掌握。その結果、ドレイクファング守備隊はあっという間に買収され、フーゴの忠実なる私兵になり果てたというわけだ。今回ロザリアに進軍したのはキャツラだろう。知っての通り、ロザリアは現在ザンブレク公国の属領だ。しかし宗主国ザンブレクといえばクリスタル自治領で、ダルメキア共和国と睨み合いの真っ最中。当然兵力は自治領に集めたい。そんな折、ドレイクブレスの消滅によって鉄王国は大陸進出の拠点を失陥。つまり西の憂いは解消され、海上防衛に注力する必要もなくなった。ザンブレクはすぐさま海軍も含めたロザリア駐屯軍の多くを自治領に回したよ。フーゴはこの機を逃さず、警備が手薄な海路からロザリアに兵を進めたのさ。奴の狙いはクライブ、君に間違いない。事実フーゴの手勢は他に目もくれず、ロザリス城ただ一点を狙っているのだから。ポートイゾルデはどうなっているの？あの町はロザリスの対岸にあるわ。例の種火の守り手から知らせがあってね。今のところ被害は出ていない。現在は彼らも協力してロザリス城からの避難民を受け入れているようだ。さて、フーゴ・クプカを狙うならロザリス城に入らなければならない。だが城へと続くビュイット大橋の向こうでは、残留する駐屯軍とフーゴの士兵たちの戦いが続行中。その大橋からはもちろんのこと、奴らが抑えた海を渡るのも危険を伴う。この状況下、君たちならどう動く？そうだな。後輩のフェニックスゲート側から向かおう。大回りにはなるが、スティルウィンド湿地を抜ける道なら巻き込まれることもないはずだ。さすがに勝手知ったる故郷だな。クライブ、早速出発だ。おや、今回は君も同行するのか？ああ、仲間の敵討ちなんだ。今回ばかりは俺も行かせてもらうぜ。よし、行くぞ。おう！
城の方へ回れ。はは。フーゴたちの本体はもうロザリス城に入ってるみたいな。ザンブレクの駐屯軍も抵抗してるが、あの様子じゃそう長くは持たねえな。それにしたってひでえありさまだぜ。町を一つ丸ごと壊す気だ。フーゴクプか。クライブ一人のためにここまでやるだなんて。まっすぐ城へ向かえ。城下の混乱にうまく紛れ込んで進むんだ。俺は逃げ遅れた住民がいないか辺りを探してみる。気をつけろ。そっちもな。二人とも熱くなるなよ。ここには私たちの思い出があるもの。行きましょう。立ち止まってられないわ。抱きやがって。クライブ、ここから行けるわ。助けてくれ。
おい、お前ら。お客だ。Thank you.
ロザリス城の正門だ。
せ。滞在人シド、いや、クライブ・ロズフィールド、ようやくお目にかかる。ずいぶん探したぜ。彼女を話せ。俺はお前に会いたい一心でこうやって宴を催したんだ。楽しんでいただけてるかな、貴様。先代のシドにはあいにく会えなかったからな。代わりにお前からゆっくり話を聞くとしよう。氷女、ジタバタするなよ。お前は大事な宴の出し物なんだから。さあ、第二幕と行こうじゃないか。まずいことになっちまった。お前の出番だぞ、ガブ。おい、こっちだ。どの首を落とす。よし、やつを連れてこい。ふん。あの女、見せしめにするんだってよ。怖い怖い、滞在人に関わるからだ。クプカ様がお呼びだ。お前の目の前で女を処刑するとさ。いい女だってのに。ガブ。クリスタルの風とはひでえことしやがる。待ってろ、すぐに外してやるから。ジロ、中庭だ。くそ。ジルを助ける。お前が捕まってる間にザンブレク兵どもは撤退。城内は風護の紙幣だらけだ。問題ない。俺はそこの通風口から裏に回る。お前も急げよ。おっと、落とし物だ。待ってろ、チル。今行く。
計などさせるか。無事でいてくれ。どうするつもりだクライブ。これじゃうかつに突っ込めねえぞ。まさか何の余興もないまま宴の第二幕を終えようってのか。貴様、さて第三幕はどういう出し物かな。せいぜい楽しませてくれ。大丈夫か。ええ、なんとかね。耐えてくれ。ここを切り抜ける。やるぞトルガル。トルガルにこんな力があったなんて。話は後だ。何ともやるぞ。トルガルもいけるな。
損ないどもめ。首を切られたやつは前に出な。クライブ、厄介そうなやつのお出ましだぞ。一気に畳むぞ。片付いたか。これで終わるとは思えねえ。フーゴはロザリス城の中だ。クライブ、お前はこのまま奴を追え。クライブ、行って。ここは私たちで引き受ける。わかった。みんな気をつけろよ。遅かったじゃないか。不作法な接待を受けてな。それはそれは。しかし虚しいもんだな、クライブ・ロズフィールド。歴史に名高いあのロザリア公国が国を滑る王もなく兵もなく民もなく、今や何もない空っぽの国だ。もはや玉座さえも必要ない。なぜ俺を狙う？目的は一体何だ？無論シドの首だ。だが知らせによれば、奴はとっくの昔にくたばったそうじゃないか。ならばその代わりに、シドの名を継ぐお前の首をもらうしかなかろう。あの野郎はベネディクトの首を落とし、俺に送りつけてきた。彼女を慰み者にした罪を、
死をもって償ってもらうぞ。貴様は何か勘違いをしているようだ。シドは彼女を救おうとしていた。なぜそんな真似をする必要がある。ベネディクタを撃ったのは俺だ。恨むんなら俺を恨むんだな。お前が彼女を。彼女を殺したというのか。ああそうだ。こいつは何たる凶行だ。殺し損ねた仇を、そいつを討ち取る機会がここに来て巡ってくるとは。そうか、お前だったか。お前がベネディクタを殺したのか。彼女は、ベネディクタは言った。俺を世界の王にすると。ベネディクタは俺の傍らに立ち、二人で理想郷を作るはずだったんだ。それなのにお前はその夢を台無しにしやがった。クライブ・ロズフィールド、宴はしまいだ。今からお前を我がこの手でめちゃくちゃにぶち殺してやる。黙れ。貴様に殺された人々はそれぞれに夢を抱いていた。夢を踏みにじられたのが自分だけだと思っているのか。貴様に同情の余地はない。フーゴクプカ、俺は許しはしない。死んで償え。
Thank you.
ティガー、俺のティガー、しかしゃやれやれ、頭を冷やしたらどうです。まだ、またの機会に、ミュートッス。片付いたか。ええ、どうなってる。なんだってウォールードの奴らが。しかしお前にこんな力があったとはな。とにかく助かったぜトルガル。ほんといつか喋りそうだ。ガブ、早くクライブを。ああ、分かってる。こいつらは？クライブ、無事か？すまない、あと一歩のところでフーゴを取り逃がした。生きてりゃまた機会はあるさ。ウォールード兵はいつここに？お前が城に入ってすぐだ。奴の私兵どもが引き始めると同時にこいつらが攻め込んできた。それも少人数でな。フーゴは何者かに連れ去られた。じゃあまさかウォールード兵はそのために？いや、ダメだ。今考えても何も分かりゃしねえ。奴らがどこに向かったのかもさっぱりだ。これからどうする？一旦戻るとしよう。お前だってさすがに限界だろ。それにジルを休ませないと。フーゴの行方を探るのはそれからだ。賛成、それがいい。トルガルの力についても調べたいしな。ジル、疲れは？歩けるか？
かなり消耗してるわね。体を動かすのが辛いくらいでしょう。ドレイクブレスでの傷も癒えてないってのに。ジル、ちゃんと休んで。医者としてのお願いよ。わかったわ、タルヤ。彼女のことはタルヤに任せておこう。みんな戻ってこれたし、よしとしたいところだが、気がかりは、フーゴクプカの行方か。ロザリス城に現れた、ウォールド兵のこともな。まったく、わからないことだらけだ。これからオットーのところへ行って、やつらの動向を探ってくる。俺は、語り部と話してくるよ。ハルポクラテスに？トルガルのことを調べたくてな。なんともないような様子だったけど、あんな力を使った後だ。あいつの体に影響がないか心配だろ。語り部なら何か知ってるかもしれないと思ってさ。そうだな、ありがとうガブ。そっちは頼んだぜ。じゃあまた後で。ジル、少し休んでてくれ。ええ、ありがとうクライブ。おっと、今いいか。ああ、クライブ。ジルの様子はどうだった？無理をしていたようだ。一度しっかり休ませた方がいいだろう。そうか。フーゴの行方は分かりそうか？今、ビビアンに探ってもらってるが、あまりに手がかりが少ない。協力者や石の剣の連中にはストラスを飛ばしたから、何かつかめれば知らせが来るとは思うが。もう少し時間をくれ。すまない、引き続き頼む。いたいた。よう、クライブ、ずいぶんとご無沙汰だな。ミド、戻ってたのか。うん、さっきね。大学はどうした？おやすみ。カンベルの大学も大騒ぎなんだ。フーゴの野郎がロザリアを攻めた？反乱か？どうなってるって。大変でさ、勉強どころじゃなくなっちまったの。分かったから落ち着け。今度はいつまでここに？そう、しばらくはいるつもり。そうだクライブ、ちょっとお願いがあるんだけど。悪いな、今少し立て込んで。付き合ってやるといい。フーゴの足取りを追うのにもうしばらくかかる。大先生、これまた久しぶりだね。また小難しいこと考えてんの？相変わらずバニソグは娘だ。新しい風をどうもありがとう。君のおかげで組み上げた思考の断片が吹き飛んだよ。褒められちゃったよ。ほら、大先生もああ言ってる。クライブ、後で倉庫まで来てくれ。おい、クラ。風というか、ありゃ嵐だろう。おっと、金をもらいに来たぜ。一体何のだ？ミド嬢ちゃんの渡し金さ、オットーからもらっとけって言われたもんでね。あの野郎。ミドは倉庫に来いと言ってたな。何をする俺だ。ってくれよ。くそ。
そう、ミドのやつ。子供たちがいたずらを覚えて。ジルってば青い顔をしてたな。お、来たか。何が必要なんだ。これを作るには素材が必要だ。どんな敵とも戦えるぜ。またな。頼んだ。
相変わらず得体の知れん魔物だ。ジルってば青い顔をしてたわ。何の用だ？何を作る？こいつなら敵なしだ。また来いよ。子供たちがいたずらを覚えて。アリスじゃ大変だったそうだな。来てくれたな、クライブ。ミド、お願いとは？この下の倉庫、私の工房に改築したい。それを認めてほしいんだ。また急な話だな。以前から考えてたんだよ。父さんの影響で気候を覚えてから筋がいいってカンベルの大学にまで入れてもらった。私が気候学を勉強してるのは隠れ家での生活に役立てるためだけど、大学じゃできることも限られる。ここに工房があれば学んだことを活かせるだろう。みんなに少しでも楽をさせてあげたいからな。一人娘の思いを知ればきっとシドも喜ぶ。いいだろう、後でオットーにも伝えておけよ。さすがクライブ、話がわかる。それじゃ早速手伝ってよ。俺がやるのか？他に誰がいるのさ。わかった、何をすればいい？私が工房の設計をしてる間にこれらを手配してくれ。まずは設備のための資材の調達。必要なものはその覚書に書いてある。次に工具一式を用意する。今渡した鉱物からこしらえてもらって。最後に腕のいい大工を連れてくる。隠れ家の大工なら大丈夫だ。やることは三つか。任せたよ、クライブ。さて、どこから手をつければ。カローンとブラックソーンあたりに話してみるか。クライブ、ミドがカンベルから戻ってるよ。もう会ったのかい？ついさっきな。隠れ家に工房を作りたいらしい。そのための資材の調達を頼まれた。これが覚書だ。揃えられそうか？たやすいもんだ。すぐにでも用意しよう。助かるよ、カロン。いいのさ、ここで生活できてるのもあの子のおかげなんだから。黒い水の浄化装置みたいにまたみんなのためになるものが生まれるといいね。そうだな。品が揃ったら直接ミドに届けておくよ。ありがとう、頼んだぞ。なんだい、いい品が揃ってるよ。
持ってきな。いい選択だ。持ってきな。じゃあね。ブラックソーン、話がある。用なら手短にしろ。ミドから工具一式を用意するよう頼まれてな。これを預かってきた。どうだ、用意できそうか。こりゃまた数が多いな。しかも細かい注文ばっかりつきやがって。仕方ない、作ってやるか。完成したらミドのところに持っていこう。それは助かる。ありがとう、ブラックソーン。あとは大工か。桟橋のバードルフに話してみよう。お、来たか。何を作る？こいつなら敵なしだ。大事に使えよ。これでもっと良くなった。また来いよ。シロがきっとフグをやっつけてくれる。昇降機も整備しないとな。残りの木材。大将、何か用かい？ミドのやつが工房を作るのに腕のいい大工が必要らしい。バードルフ、協力してもらえないか？任せてくれと言いたいところだが、すまねえ、隠れ家の補修を始めちまったばかりなんだ。手を抜くとここに住めなくなっちまう。この作業が終わるまではどの大工も手が空きそうにない。そうか、参ったな。俺らの他っていうと、マーサの宿のやつはどうだ？バーナードって腕利きがいたはずだぜ。ああ、バーナードか。確かに彼なら適任かもしれない。マーサに相談してみよう。ありがとう、バードルフ。いいってことよ。ライブじゃないか。どうしたんだい？隠れ家で大工が足りなくてな。しばらくの間バーナードの手を借りたいんだが。ああ、構わないよ。困った時はお互い様だ。ありがとう、マーサ。彼は今どこに？何でも用があるとかでクレシダって廃村に向かったところさ。直接行って声をかけるといい。わかった、そうしよう。頼んだぞ。
や、いつぞやの兄ちゃんか。妙なところで会ったもんだな。バーナード、あんたの手を借りたくてマーサに聞いてきたんだ。そりゃどういう要件だい。なるほど、工房と来たか。そいつは腕が鳴るってもんだ。マーサに話がついてるなら何の問題もねえ。ぜひ俺にやらせてほしい。ありがとう、バーナード。そうだ、兄ちゃんのところへ行く前に俺からも一つ頼み事をしていいか。ああ、言ってくれ。この先にあるクレシダって村は俺の故郷でな、今は誰も住んじゃいないが親の墓があるんだ。久しぶりに墓参りしようと橋を修理したんだが、村の中が魔物の巣窟になっちまってた。兄ちゃんの腕前は知ってる。どうか奴らを片付けちゃくれないか。分かった、引き受けよう。恩に着るよ、頼んだぜ。今ので最後か。おお、きれいさっぱり片付けてくれたか。感謝するよ、兄ちゃん。おかげで墓参りができる。ここは廃村になって長いのか。俗領になったり、黒の一帯が迫ってきたり、こんな僻地じゃ生活が立ち行かなくなってな。もう何年も前にみんな出て行っちまった。思い出の中の故郷ってのはいつまでも綺麗なのに、ここも随分荒れたもんだよ。バーナード、さて今度は俺の番だ。
墓参りを済ませたら兄ちゃんのところへ向かうよ。じゃあまた後でな。これで頼まれたことは終わったな。隠れ家に戻ってミドに伝えてやろう。おかえり。そっちの様子はどう？頼まれてたものは全て手配してきたそう。マーサの宿から腕利きの大工も来てくれる。さすがクライブ、仕事ができる。お前の方はどうなんだ？さっきカローンばあちゃんとブラックソーンじいちゃんが資材と工具一式を届けてくれて運び込んだところ、工房の設計も済んだし、あとは大工を待つだけだ。楽しみだな。こっちは一段落したな。ジルの様子を見に行ってみるか。ロザリスじゃ大変だったそうだな。子供たちがいたずらを覚えて、この前なんて。シド、いいところに。石の剣の任務で問題が発生しまして。何があった？言ってみろ。はい。ノースリーチの近郊で、コールの部隊がベアラーの救助を行っていたのですが、少し前に彼から知らせがあり、獰猛な魔物と遭遇して襲われたと。ですが私は、ようやく救出したベアラーたちを、見捨てることができませんでした。そして任務の続行を命じたのです。ですがそれから何の知らせもなく。心配だな。よほど危険な状況にあるのか、まだベアラーを助けようとしているのか、今思えばコールたちの命を第一に考え、いち早く撤退命令を出すべきだったのかもしれません。シド、あなたにお願いしたいのです。コールの部隊の捜索に力を貸していただけないでしょうか。分かった、現地に向かってみよう。ありがとうございます、シド。コールからの最後の知らせによると、魔物に襲われたのはノースリーチ近郊のドラゴニエール平原とのこと。もし怪我人を抱えているなら近くで留まっているはずだ。まずはそのあたりで探してみる。なんだかあちこち騒がしい。ミドがいるからさ。あら、クライブ。ジルの具合はどうだ？よくはないわ。当面の間休ませるべきね。そうか。タルヤ、彼女のことを頼む。ええ、任せておいて。そうそう、ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。ガブか。そういえばトルガルのことを聞きにハルポクラテスのところへ行くと言ってたな。分かった、行ってみよう。ロドリグ、どうしたんだ？何か悩んでいるようだが。ベアラーの刻印を取り除く施術の日が近いんだ。その用意をしなきゃいけないと思うとね、クライブ。僕は怖いんだよ。あの施術は常に死と隣り合わせ。君たちのようにうまくいった傍らで死んだ奴らも大勢いる。それでもまだあれを続けるのかい？俺や石の剣の連中が活動できているのはお前たちが施術してくれたおかげだ。刻印を刻まれたベアラーが外を自由に歩くにはこの世界はまだまだ障害が多い。だから俺たちが道を作らなきゃならない。あれは俺たちにとって必要なことなんだ。みんな覚悟はしている。
覚悟か。そうだよね、分かってはいるんだけど、悩んでいても仕方ないね。とにかく頑張らないと。ああ、頼む。そういえば悩みすぎててすっかり忘れてたよ。実は施術用の鎮痛薬が残りわずかなんだ。君にお願いするのはちょっと申し訳ないけど、材料のエルモネア層を調達してきてもらえないかな。もちろんだ、手を貸そう。ありがとう、助かるよ。エルモネア層を採取できるのはロザリアのアンバー周辺さ。青々とした色が特徴的で、川の近くに自生してるはずだ。あの辺りでは魔物が増えてるって噂を耳にした。どうか気をつけて。